MLB カージナルス、ドジャース、日本時間18日ミズーリ州セントルイス、ブッシュスタジアム。ドジャースの大谷翔平、30、和手基地のカージナルスで、1番、DH で出場し5回の第3打席に38号ソロ本塁打を放った。メジャー全3 9球団中、唯一本塁打を打っていなかったカージナルス戦で初アーチを放ち、ついに日本人史上初の、 全球団制覇を達成した。また、ホームラン王を大争いリーグトップの大谷は、ライバルの2位ブレーブス M。オズーナ、33、とこの時点で3本差しに広げた。1、3と2点ビハインドの5回は、西無双者の場面で打席へ。先発の N、パランテ、25、相手にカウント1月1日からナックルカーブを振り抜き、ライナー性の打球はライトを守る L。 ヌートバー26の頭上越えライトスタンドへ。4試合ぶりの一発は打球速度180キロ、低弾道の飛距離117メートルの本塁打に。この日の第1打席は至球、第2打席では振り逃げで出塁すると、いずれも盗塁を決め今季37個目の盗塁をマークした。これで大谷は打点を86から87に伸ばし、打点トップのオズーナを2位で追走。 前日は5打数ノーヒットで、8月はここまで14試合で61打数10安打、打率164と定調気味だが、本塁打は6本目で7月の本数に追いついた。この日を含め今季残り39試合で様々な記録達成に期待が高まる。本塁打はシーズン50本ペースで、この日2盗塁で37個目の盗塁を決めた大谷は、メジャー6人目となる、 40本塁打 &40 盗塁の達成まであと2本塁打3盗塁と現実味を帯びてきた。さらにその先には史上初となる45から45も視野に入ってくる。